石巻焼きそばは、宮城県東部の石巻都市圏で広く食べられている焼きそばである。二度無視し,して、茶色くなった生麺を用いる。焼き上げ時に、だし汁を加えて、蒸し焼きにする。目玉焼きがトッピングされる。食べる直前にソースをかける。石巻焼きそばの最大の特徴は、調理前の麺が、もともと茶色いことである。 生の茶色い麺を焼きそばに使っているのは、この地域だけとされる。一般的に、強力粉と呼ばれる粘りの強い小麦粉を用いて、中華麺は作られるが、石巻焼きそばでは、中力粉と呼ばれるやや粘りの弱い小麦粉を用いて、麺を作る。これを一度蒸し上げると麺は黄色化し、一般的な焼きそばで使用される、中華麺のようになるが、それを水で洗い、 もう一度、蒸し上げることで、麺は茶色くなり、石の巻き焼きそばで用いられる麺となる。麺が茶色くなる理由については、麺に含まれる乾水と熱の作用とされるが、詳細はわかっていない。麺は、二度蒸しによって一度蒸しに比べてふっくらとするが、これにより、液体を吸収する能力が高まるとされる。 この特徴を利用して、調理の最後の焼き上げ時に出汁を加えて、蒸し焼きにし、味に深みを与える。最後に、目玉焼きをトッピングして出されるが、目玉焼きの代わりにハムエッグや、ベーコンエッグがトッピングされることもある。調理された、石巻焼きそばは、褐色の見た目に比べて、出汁の影響により味がマイルドになっているため、ソースをかけて自分好みの味付けにして、 食べるのが一般的である。多めにソースをかけるのが石巻流とされる。調理中の石巻焼きそば1950年頃、岩手県伊沢郡前沢町から石巻市に移住した、後の春元製麺所の創始者が焼いてもベタつかない麺ができないか試行錯誤し、中華麺で用いられる強力粉より粘りの弱い中力粉を用いて麺を作って、 二度無視する方法を編み出した。これが石巻焼きそばの麺の始まりであり、その後、1950年代にこの製法を市内の同業者に伝授し、石巻都市圏で定着していったようである。その他の石巻焼きそばの特徴が、どのような経緯で生まれたかについては不明。石巻焼きそばを提供する飲食店数は、最盛期と比べて半分以下に減ったものの、 現在50店程度あると見られており、地元のスーパーマーケットでも焼きそば用の茶色い麺が普通に売られている。2007年 B-1 グランプリなどで焼きそばが全国的に関心を集めていることを背景に、石巻市の製麺業者をはじめとする有志が集まり、石巻の焼きそばを名物化する動きが始まった。有志らは同年10月に、 同市で開催された2007世界柿フォーラムの分科会において焼きそばの名物化を訴えた。2008年6月25日、仙台宮城デスティネーションキャンペーンを前にして有志らが集まり、石巻茶色い焼きそばアカデミーの設立総会を開いた。そして、石巻焼きそばの名称統一と PR 活動を開始した。また、 B-1 グランプリへの参加や開催地の誘致も活動目標に入れた。同年9月16日にはマスコットキャラクターとしてチャチャ丸が決定した。2009年9月12日13日には焼きそばサミットインクロイ2009に初参加し、シルバーウィークには第4回 B-1 グランプリに横手のエキシビションに初参加した。2010年 石巻茶色焼きそばアカデミーが IB リーグの正会員となり9月18日19日の両日に開催された第5回 B-1 グランプリン厚木に初出場。翌2011年の第6回 B-1 グランプリン姫路にも出場し6位を獲得した。石巻焼きそばを PR するためのマスコットキャラクターで 石巻茶色い焼きそばアカデミーが公募して2008年9月16日に決定した。正式名称は石巻焼きそばの伝道しちゃちゃ丸。石巻焼きそばが擬人化されており、頭上に目玉焼きを乗せ、ヘラを手に持ち、箸を背負っている。また、銅から足にかけてしま模様の服を着ており、これが焼きそばを示している。2010年9月1日。 石巻市のローカルアイドルグループ、カン娘 V がデビュー CD や KISOBA をリリースし、同年9月11日12日に開催された、焼きそばサミットイン黒い2010の石巻焼きそばのブースで BGM としてヘビーローテーションした。2011年3月11日に発生した東日本大震災以降はメンバーが3人に減ったが、現在は、 新メンバーが加わり、高校生4人小学生1人の5人で活動を続けている。2017年11月にメンバーの変動があり、現在は学生2人小学生1人の3人で活動を続けている。ありがとうございます。